久保さん、僕にお金をくださいにしましょうか。僕はね、あの、お金くださいっていつも思ってるんで <laughs>、どうやったらお金もらえるかなしか考えてないですね。うん。まあ、だからそれが、どう銀行から盗むとか、なんですかね。まあ、そういう考え方ではなく、お客さんの財布からどう盗めるかっていうね、合法的にですよ。合法的にお客さんの財布からどうやってこっちの財布に移動できるかなっていうのは常に考えてます。 で、まあ、それをストレートに言うとお金をくださいなんですけど、ただお金をくださいって言っただけじゃもらえないので、じゃあどうすればいいのかっていうと、まあコンテンツを提供するってことですよね。まあ塾をやります。じゃあ塾のカリキュラムを提供します。だからお金くださいって話ですよね。物々交換ですよね。だから、まあ商品も作るし、いろんななんだ、コンテンツも作っていくしって話ですね。まあ常に考えてますよね。あのー、 まあ、久保さんがね、お金のためじゃないみたいな話がありましたけども、まあ、それはね、結構ね、いい言葉だと思うんですよ。お金のためにやってないんですよって言うと、あ、この人はお金のために働いてるわけじゃないんだと。ということは、なんか、素晴らしいんだな、みたいな思えるかもしれないですけども、うーん、それは多分、多分一般的な人に刺さる言葉なんですよね。でも、 それは時と場合として一般層の人が多いわけですから、マーケティングとしては時には使ってもいいと思うんですけども、自分の心の中ではその言葉ではないんですよね。常にどうすればお金もらえるかっていうのを考えていかないとビジネスなんかやってらんないので、まあ、あの、ビジネスなんていうのはライバルとの競争ですから、もう競争です。誰が選ばれるのかっていう。で、選ばれなくなったらね、もうあのは会社倒産ですよ。 あなたの会社のサービスが選ばれ、市民から、大衆から選ばれなくなったら、商品売れないし、なんだ、サービス受け,ら受けないし、潰れますよ。か競争なんですよ、ビジネスっていうのは。だからその競争の社会で生きていかないといけないし、うん、だからそう考えると、常にやっぱそこは考えていかないと、まあ、ロングでずっとビジネスはやれないですよね。うん お金のためじゃないんですよって言ったら、いや、うちの会社は売上げのためにやってるわけじゃないので、あの、売上げ上が、今月上がってないです。なんで、従業員の給料もないです。でも、従業員分かってくれるはずです。僕たちはお金のために働いてるわけじゃない。売り上げのために働いてるわけじゃない。だから、従業員もきっと許してくれます。通らないですね、多分ね。<laughs> まあ、1、2ヶ月は通ったとしても、社長社長、社長どうなってるんですか、給料みたいな。 社長勘弁してくださいよもううちも家族もいるんですよみたいなね分かった分かったと <laughs> マン田さんなんとかなりませんかみたいなね <laughs> 言ってらっしゃい